どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、今回はですね、交流戦最終節、楽天戦ですね。ここからやっていきたいと思います。ちなみにこれ勝てば、交流戦優勝らしいです。行きましょう。はい。で、今回はですね、ついにね、寮出たいなと思います。どうやら商店街の中の不動産っていう感じで、不動産にレベルはないみたいなんで、ちょっと今回ね、家はまだ買えないんですけど、まあマンションかな。できれば移動したいなと思ってます。そして喉がガラガラですね。花粉症がすごい。なんか、地方だけなのかなと思ったら、東京行った時みんな YouTuber 花粉症って言ってましたね。皆さん、花粉症お気をつけください。ということで行きましょう。さあさあさあ、塩見ね。塩見懐かしいな。栄冠ないんで育てましたね。ヒットになれ！よし！渋い。渋いヒットいいね。よし、初回かなり大量得点で、まあ裏ではね、結構バントもやってますと、ただまあ動画の中ではね、まあバントしていい場面というか、これはバントでしょっていう場面はバントするとしても、まああんまりすごいいいチャンスでバントとかはやめておきます。まあけどバント職人取りたいんで。はい、でそうだ、さっきね、堀内のグラブがついに壊れましたね。あれいいグラブだった。コントロールスタミナ5ずつかな。またなんか誰かグラブくれないかな。いいだろこれ、渋い人でしょ。いや、いいですね。2打席連続レフトに流してのヒット。ミート打ちが本当苦手だったんですけど、そこがかなり改善されました。こうなんだろう、ミートカーソルの下で打つ方がヒットになる。アプリと逆なんですよね。どうしてもアプリの感覚が残ってたんですが、そこを練習してきましたと。よいしょ、行きましょう。よっしゃ、早っ、全力ストレートか。よし、じゃあこの試合は全部ミートでヒットにしてやろう。ああ、ボール、オッケーオッケー、ファールで逃げた。ついつい手が出ちゃうよね、全力ストレート。オッケー、正面ボールだったね。これバントしよう。ノーアウトランナー一塁という場面で並木、1試合1番と、もうヒットも打ってるし、おい、ストライク。第3球を投げた。ここは1試合1番と、オッケーオッケー。いや、渋いね。これは今日の活躍は2番でしたね。いや、でもチームが勝ってるんでよしですね。オッケー。お、奥井くんがヒーロー。奥井くんヒーローだ、マイコラスと。なんか顔が渋いな、奥井くん。ということで、これで交流戦優勝ですね。投げる方でも、まあ、完封は裏でもできてないんですけど、まあ、割と8回1失点とか、まあ、7回無失点とか、そういういい投球をしてましたね。行きましょう。で、交流戦最後の登板かな、これが。あ、デーゲームか。スタミナがないんで、まあ、これはじゃあ7回ぐらい投げればいいなっていう感じで。お、堀内さん見に来てる。堀内さん、グラブくれよ、グラブ。で、この3本柱とかっていうのがよくわかんなくて、攻略本調べてみたらですね、3本柱はどうやら調子が上がるみたいですね。ただまあ、いつも大体調子マックスなんで、まあ正直関係ないと。で、そういうのいろいろあって、例えば、なんだったっけ、ゴールデンバッテリーとかなれば能力が上がったりするのかな。違うか、それはキャッチャー。捕手のキャッチャーがワンランク上がる。まあなんかいろいろあるみたいです。はい。そこも注目していきましょう。ただ今日お披露上げた動画でね、なんかうまく完封できましたが、完封なんてできねえぜ。あれはもう本当たまたまうまく投球がハマったっていう感じで、もうめっちゃめちゃヒット打ってくるんだよね、パワフルは。まあ、ひじりさはチャンスメーカー持ちですが、全員チャンスメーカーですね、本当に。まずみんな塁に出てくる、毎回。でもまあ本当に要所を抑えるピッチングですね。そこを心がけていきましょう。え、ボールでしょ、今のなんかボール球だぜ、ウィーラー、多分。マジで、いやー、さすがだね。ボール球だぜ、多分。いや、でも二刀流なんでね、取られた点はね、自分で取り返しましょう。岡島、いいバッティングを見せました。今季初ホームランかな、浴びたの。1本浴びたっけ。あー、裏でやってる時に阪神戦で福留に一発打たれたかも。よし、この点は取り返させてもらうよ。則本か。よし、どうだ、入ったんじゃないか。あ、入ってない。
ミートパワー CC なんでね、そう簡単にホームランを打てない。よし、オッケー、1点返した。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは銀次、初球ストライク。今日あんまボール球投げたくないな。投げた、低めのボール、取れる。ギャレット、これなんですよ、ギャレット。前回お見せしたと思うんですけど、守備力 F20 っていう、全く動けない。もう本当やめてほしい、ギャレットファースト。いきなり154キロ。いや、さほど打ってないっていう。内野陣はゲッツー対戦、153キロ速球。いやー、ファーストの本当守備大切だぜ。初球バント、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ミスター、今バントって分かった頃にはボタンを押していた。で、広島の赤松が移籍してるみたいですね。あとロッテに内川が行ってたり、結構1年間で移籍がありましたね、最初の1年で。レフト前に出る、掴んで、これで3アウトになります。よし、行こう。イーグルス、この回は2番からの好打順。トップバッターは安達。第1打席はレフトフライに倒れています。あ、ミスター、全力ストレートにしちゃった。投げた、ストレートはもう、ただまあまあ配球は結構投げた、打った、ね、1、2塁間のボール、パワフルにしては抑えられてる方だと思います。セカンドから1塁送球、バッターバシの2打点、いじりさは投げました。で、そうだ、あ、今回これ絶対お話ししようと思ってたことがありまして、まあ、次のキャンプから新しい変化球を覚えようと思っているんですけれども、まあそれをね、アンケートでまあ方向だけね、どの方向を取るかアンケートで決めようっていうお話になりまして、まあ YouTube のアンケート機能を使おうかなと思っていたんですけど、 YouTube より Twitter の方がアンケート機能を使いやすくてですね、まあそっちでね取らせていただこうかなと思います。なので、まあもうそろそろではないですけど、まあ、あと1週間ぐらいの間では、まあこのシーズンもまた終わってってなってくると思うんで、ぜひ Twitter アットマーク秋ゲーム TV の方ね、フォローいただけるとありがたいです。そっちでねアンケート取ろうかなと思います。はい、第2球投げた、打ちました。皆さん Twitter アットマーク秋ゲーム TV ね、フォローよろしくお願いいたします。最後、2個目、空振り三振、最後は伸びの、ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。先頭バッター、乗り元並木、投げた、 YouTube 分かんないっていう人が多いんだよな、アンケート機能やっても。第2球、簡素だし、投げた、よし、ボール、ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、投げた、これ打ってみよう。うーん、欲が出た。普通言うとね、さっき動画撮ってない、その1試合前にスライダーをねホームランにして気持ちよかったっていう、その欲が出た。先頭バッターは鉄郎、第1打席はライトフライに倒れています。そう、オリックス金子のねスライダーをホームランにしたんですよ。2球目ストライク、スライダーだったっけ、とにかく横方向の投げました、打ちました、サード三遊間の当たり、オッケー、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番銀次。さあ、どんどん投げていって、今回は本当に不動産屋に行きたいんで、なのでね、この交流戦最後、まああれでね優勝かかる試合だったっていうのもあったんですけど、ちょっとここからしばらく期間が空くので、試合メインじゃなくて不動産メインでやっていきたいと思います。ということで、まあ今降板すると負け投手になるんであれですけど、まあ勝ち投手の権利得たらそこで降板してくれてもいいよ。これは折ったバットの本数とかね、累計で出てきたら面白いのに、かなり折ってるぞ、この回の攻撃は。あ、則本左打ちなんだ。先頭バッターピッチャー則本、知らなかった。投げた、あっと引っ掛けた、ファルボー、第3球を投げた、オッケーオッケー、低め、空振り三振。ちょっとあのホームラン打たれたやつだけ気をつけよう。ウィーラーか、取れる、オッケー。もうギャレット本当動かないわ、ランナーありません。ギャレットダメだわ。奥井くんファーストに転向させたいわ、マジで。取りました、これで3アウト。外野はね結構層が厚いんで、巨人は。よし、行きましょう。打てたな今の、今の打てたな、打てたらヒットにはなってたな。よし、オッケーオッケー。内角速く外角遅く、この意識だけでかなりバッティング良くなりました。 OK、 逆転してくれた。ということで、もう今日はじゃあ7回ぐらいでいいんで、吉野監督7回ぐらい投げさせてくれればいいですよ。ちょっとさすがにボール入れるか。いいところですが外れています。全力ストレートじゃあ使おうかな。お、いいね、アウトコース低めいっぱい、いいな。いやー、2本とも2打席ともヒットだったね。いきなり154キロ、フルヒッターね。じゃあ外角低め中心に攻める。打ちました、ファール、5球は3球目、投げました、よし、オッケー、バットアウト。ウィーラー、全くタイミングが合いません。直球見送っ
ってストライク、いきなり156キロ。そうパワフルはね、ホームランっていうね、まあ単打単打だったらなんとか防げるんですけど、まあランナーその溜まった場面で結構ボール球使っていくとかね、こういうそういう配球で大丈夫なんですけど、ホームランがね、もうホームランだけは防ぎようがないというか、ある程度なんだろう、四隅を攻めた結果のホームランだけは防ぎようがないんで、そこは本当気をつけていきたい。特にボール球なんてね、あ、まあボールかストライクか分かんないけど、要は自分の中でもうほぼこんなコース投げた時に打たれたと、打たれたらもうお手上げですよ。 OK、 完封全然できなくなったわ。これはもうバントですね。1日1で第2球よいしょ。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がった。さあこれでバントの経験値貯めていきましょう。早くバント職人も取りたい。ゲームはこれから終盤に入ります。もうこの回まででいいよ。7回2失点だともう投手としてね、先発投手としても素晴らしい活躍ですよ。膝元厳しいところ、これで追い込みました。違う、取れる取れる。あ、審判邪魔、審判邪魔。銀次いいバッティング。こういう時はねゲッツー狙っていきたい。藤田今日は三振とセカンドフライ。ここボールだったもん。あ、スパイカー、オッケーオッケー。これとか、すまれ、うん、狙いはいいんだけどね。第5球投げました。全力は結構ね、空振りとか取れなくて辛い。投げました。よし、オッケー。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第2球投げました。2球目ストライク。もうこの回までだな。インコース高め、外れてボール、はっきりしたボール球。打ってくるね、打ってくるね。さあ最後気合い入れましょう。ラストイニング、マスターナイスバッティングです。第9投げた。よし、オッケーオッケー。内角ストライク、投げた。内角高め、ストレートは外れ。これを詰まれ。よし、ゲッツーゲッツー。ショートゴロ、狙い通り、狙い通り。オッケーオッケー。スリーアウトチェンジ。え、まだ投げるの。この回は上位打線から始まります。先頭バッター安達。まあ大体スタミナ切れたところで最近変えてくれるんで、投げた。まあじゃあ最後の一人っていう感じかな。坂本取った、アウト。これでワンアウト。まだ切れてない。バッターはわしの2打点ひじりさん、打った。三塁線切れました。ファール。ツーシーム投げた。いや、ツーシームが本当一番使える。並木が持ってる変化球の中で。で、そうだ、まあいろいろね、その変化球の案はいただいてて、まあチェンジアップとかもいいんじゃないかっていうコメントあって、いや確かにチェンジアップもいいなと思ったんですけど、一応スクリューが結構遅い球なんで、そこで僕は緩急つけれるんで、やっぱ速いね変化球が欲しい。次だからその方向だけ迷ってるっていう感じなんですよね。やっぱスプリット、高速スライダー、この辺かな、うん、が欲しい。まあそこはアンケートで決めましょう、方向はね。オッケー、よし、スタミナも85になった。これでよーし。まあということで、まあ非常にいいピッチングだったでしょう。これを続けていけば文句ないでしょう。投手部門、並木4勝 0.79、 藤浪いいね。マイコラスも防御率いいね。うわ、ちょっとバッティングすごすぎたな。ちょっと裏でやってる時も調子よかった、この期間。いやー、ほんとピッチングね、ピッチングがちょっと苦労してるというか、さすがだなと思う場面が多い。うわ、15連勝だと巨人、やば。さあということで、お出かけしていきましょう。今どこにいる？東京か。これ商店街行けば大丈夫なんだよね。不動産屋、さあ行きましょう。ついに大量の時ですよ。まだ家は買えないですよね、さすがに1100万じゃ。ちなみに20億2億8000万。まあ再来年ぐらいにとりあえず2億のこの一戸建て欲しいかな。うん、今とりあえず賃貸マンションね、行きましょう。ついに引っ越しですよ。 OK、 ということで車もまたね次回ぐらい買おうかな。太陽か、はい。いい家に住むと体力が回復しやすいと。効果はあくまでホームの時だけ。ビジターでもいつもの枕があれば多少は回復しやすいみたい。あ、そうだ、枕をどっかで買えるっていうコメントもらってたんだよな。どこだったっけ。もう少し話を聞く。
はい。で、車はどっちかというと調子にね関わってくるみたいですね。あ、買えるようになった。ショッピングモール、はい、オッケー。ショッピングモールね。じゃあショッピングモールちょっと行ってみようかな。施設、ショッピングモールなんていう施設ある？ないぞ。ちょっとびっくり出てるからここ行こう。不動産屋行っても仕方ない。ブラブラ歩いてみよう。あ、5万円もなくなんの。お、マルチビタミン、ナイスナイス。よし、レベル2になった。オッケーオッケー。おお、結構かわいい、あゆみちゃん。これ絶対浜崎あゆみじゃない、顔的に。いやー、ちょっと、いきなり佐野あゆみちゃんちょっと怖いな。いきなり会って告白はちょっと怖すぎる。おお、でかーけー。なんか新しい施設ができたみたいなこと言ってたんで行ってみようかな。なくない？あ、そういうことか。なるほど、そういうことか。ここじゃなくて街の中に新しい施設ができたのかな。ちょっと5万は減りすぎだな。1回商店街歩いただけで。こいつやたら登場してくんな。こいつビッチだな。多分こいつビッチだわ。ちょっと見てみようか。あ、この辺かな。スポーツ治療院とかあった覚えがない。いやー、それにしても何だったっけ、その枕売ってるのはこの東京のここには売ってないのかな。どっか地方行った時なのかな。スポーツ治療院一回行ってみます。どこにあるんだスポーツ治療院。あった、行ってみましょうか。今行っても仕方ないけどね、怪我しちゃわないんで。まあ、ちょっと一回様子見。なるほど、調子とかも上がるのかな。体力回復。おお、疲れも取れるんだ。あ、怪我しにくさの経験値が上がった。めっちゃいいじゃんこれ。あ、いいじゃんここ、いいじゃん怪我しにくさの、いいじゃんここ。で、ちょっと嬉しいのが、なんか休養するほどは体力減ってないけど、次登板だからブラブラしたいなっていう時があるんですよ。そういう時に今のところいいですね。怪我しにくさの経験値たまったのは大きい。怪我しにくさと回復がね一番取りたいんで、回復もこんな感じで取れるとこないかな。もしあればぜひコメントください。ということで、バント職人ももうちょいで、怪我しにくさはどこにある。真ん中ぐらいまであったんで、チャンスと比べてほんのちょっとだけですね、上がってますね。で、あともうちょっとでキレも取れるんじゃないか、確か。あ、キレ取ったか。オッケーオッケー、キレ取れてますね。お話ししなかったかも。じゃあ動画外でキレが取れてたと。いいねいいね。よし、量も出てね、いい感じだよ。じゃあちょっと愛知お出かけしてみましょうか。施設一覧。お、ショッピングモールある、行きましょう。ショッピングモールはどうやら愛知にありましたね。どこや、ショッピングモール。あった、行きましょう。いやー、お金どんどん使っていきましょう。動画的に面白いんでね、使った方が。あったー、枕。お、麻雀買っとこう。よし、ラジコンも買おう。よしよし、マルチビタミンはいいや、1個持ってれば。いやー、お金使うね。よし、これで麻雀とかラジコンで遊んで、そしたらなんか大会に出れるとか書いてあったんで、まあ裏でまたねやることなくなれば。まあ今は一応本をね中心に書いてるんですけど、あの本を中心に、本を読むことを中心に裏ではやってるんですけど、それが終わればまた奥井と一緒に練習とかやっていこうかなと、こういう遊びとかね思います。はい、そうですね。ではちょっとだけ、もうちょっとだけやろうかな。もうちょっとだけ中日戦ぐらいはやろうかなと思います。で、スポーツショップちょっとまた行って、どんどんレベルを上げていきたいと。で、これ行けば回数で上がるところと、買ったお金の累計で上がるところがあるみたいなんで、ちょっとここお金とか買っていこう。うわ、これめっちゃいいじゃん、ミートバット EX とか。え、めっちゃいいじゃんこれ。アンダージに確率でパワーの経験値とか最高じゃないそれ。え、これめっちゃいい、この辺の。なんか買おう。500万高えな。
うわちょっと待ってくれ、ここでも買っちゃったらもうね、うわいいけど買っちゃったらお金なくなる。え、マジか。ちょ、とりあえずバットはいいや、まだバンとかあるから。高いなこれ、500万もすんのか。どんなグローブだよ。確率でよりはあれの方がいいよね。あ、バットだけあるか、ヒット打った時か。スタミナ上げたいんでね今。しゃあない、ウェイトスパイク買うか。ウェイトスパイクとグローブも壊れたんで、ふぅ、もうコントロールはいいんですよね。もう将来的に上がらなくていいんで、 S あるんで。補給、守備、守備上げる。うわぁ、お金がなくなる。ちょっと待って、これだけにしよう。スパイクだけにしよう。スパイクだけにします。お金がさすがに100万しかないの、もう遊べないじゃん。うろうろできないっていうね。よし、これはでかい。今精密グラブ、何これ、コントロールプラス2っていうのを使ってるのか。スパイクはこれにしとこう。オッケー。お、いいね、いろいろそういうのあるんだ。試合にだから出るだけで能力上がるような装備品が他にもあるんですね。いや、なんか今回いいな、いろいろ街探索で良くなったね。よし、行きましょう。いや、今回いい回だった。体力回復量も上がったし、あと治療院も良かったけど、要はいや世の中辛いもので、何をするにもお金がかかりますね。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で並木ストライク。もっとお金貯めないと本当活躍してね。投げました。バントしたピッチャーへ転がした。もっとあれしていこう。アウト。ランナー三。お金を貯めていこう。年俸を上げていこう。バッターは並木。現在の打率よし。あ、ちょっと詰まってるか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアン、ジャイアン。さあこれは絶好の場面。上段打ちにくいんですよね。今年もいい防御率してるな。ボールでしょ。オッケーオッケーオッケー。あぶね、ギリギリボールだった。投げました。ツーシーム、どうだどうだ。あー正面、掴んで、これでスリーアウトになります。ランナー上段に来た。これも打ちたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で並木。さあ次の投球。うわ、チェンジアップ。チェンジアップ。投げました。よし。ストレート来い、ストレート。ツーボールワンストライクです。投げました。よし。そこが一番得意。そこ来れば大体もうこれ出せるようになった。確定ホームラン演出。ジャイアンツリードで迎える9回です。先ほどスリーランホームランを放っている並木。スライダーボール。行くぜ。打点が少ないんだよな今年も。なんだけど、これは巨人が弱いというところなのか、それとも僕がチャンスに弱い。でも今チャンスで打ったよ。投げた。スライダー見送ってストライク。次が4球目。投げた。よし、走れ走れ。これがね、結構内野安打になってるから。惜しい。あと走力1ランクぐらい上がったら今のも内野安打になりそうだ。オッケー。まあということで、まあこんなところですかね。2本出すときはちょっと長すぎると、見にくいというあれもありますので、まあこんなもんで今回は終わろうかなと思います。はい、ということで、まあ今回いろいろ探索とかをやってね、次回以降につながるものがあったので、ここからまあ試合だけじゃなくてね、マイライフこっちが楽しいと思うんで、むしろ探索とか育成とか、そちらをメインにねやっていきたいなと思います。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、マイライフの動画いつも楽しみっていう方、ぜひグッドボタン押していってください。ツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。